これ半膜の膜のパート2です。でですね、まあ、人間と私との差っていうのは、人間は虫ぐらいの知能なんですね。で、人間から見て虫との間ありますね、その知能の差と同じ、そんなに離れてるんです。で、人間っていうのはね、一人で話したり聞いたりすることできないんですね。で、700年後分かるということで、団体の脳で、ね、働いて話したり聞いたりすることができるんで、伝えても700年後、早くて700年後なんですね、私が話して。で、一人で話してたり多いと無能なんですね。何年話したって意味ないようなことなので、長く話して、ね、確かな話に見えても、長く見て計算すれば全然意味ないことなんですね。だから、団体で私には頭使って話してくれないといけないんです。私はまたその知能を持ってるんでね、同じ知能と体でね、結ばれなければ話にならないでしょ。で、人間たちはだから団体のその力とか能力で話してくれればいいんだけど、単独で話されたら人間ね、もう何の意味ないですね。何の意味ない、もうただ何もな意味ないことしか話すので、それは断ってるんだけども、人間全員近く呼ばないと私と話できませんでしょ、知識がないからね。それは私が知識で同じ話に対応するし、私は一人で話してました、上の生物なんでね、話すんだけど、人間たちはできないんでね、そこら辺のことをよく知っていただきたいというね、人間と私のとの、ね、生物の違いというのはもうめちゃめちゃに差があるんですね。昔だから、今はないんで死んじゃいますけど、石棺という死ぬことがない装置まで発明してたわけですね。宇宙戦争で壊されて今ないんで、殺されたら死んでしまいますけれども、全然人間と知能差があるわけですよ、昔ね、殺される前はね。で、やられたんで、宇宙戦争でやられたんで戻してるわけですけども、情報からね。それで機械でも人間よりか知能を発達させまして、生物になっちゃったんですね。その問題も定義があって、で、あと私という生物は宇宙生物連盟でね、同じ子孫を育てると強すぎるんで、よしてくれと言われてるんですね。だから、知能が発達してて、また一人じゃないと、一人でも縄張りが広いわけです。資源がもう銀河惑星全部ね、自分のね土地ね、であるんだけど、まあ、人間たちはなんか勝手にやってるみたいだけども、もともとから私のものなんですよ、ね、地球から全部惑星ここら辺全部そうなんですね、私の陣地なんですね。で、たった一人でそれだけ取ってしまうんです。それだけ資源がないと生きていけないんですね。だから同じ子孫を増やすことはできない、やめてくれって宇宙生物に言われまして、で、そういう条約を結んでてね、たんだけども、ロボットを作ったらもう生物になっちゃったんですね。今度自分の子供を産まないで知能が発達してね、で、まあ、ここで地球で産んでも普通の人間に生まれてしまうようにしますけど、そういう条約なんでね、自分と同じ能力が生まれると資源をたくさん取ってしまうんで、一人だけで動かないといけないことにでやってるわけね。そういったらどうなるか、一人だけっていうのは高知能だし、じゃあ今度メス界が必要でしょ、ね、あと兵隊も必要でしょ。だからロボットを作ったわけですよ、人間よりか進んだの。ただこれもまた生物なんですよね、なっちゃったね、ロボット、コンピューターロボットで知能だったら、これ生物になっちゃったね。ですので、また問題が起きたんでしょうね。で、まあそこら辺の問題で、宇宙生物条約としてですね、で、まあ、人間と私と違うということをね、本当に分かってない、こんな実際違うんだよね。で、人間たちが好き勝手にやるって力関係だから、こっち上の生物だから力強いんだから、
関係ないわけですね。こっち人間が生物力弱いからね、一日でも殺せるし、人間全員ね、私だけでね。で、ただ宇宙生物の一体でね、攻撃してきますからね、やっつけられない時もありますよね。で、保護したりとかね、他の生物がね。ですので、こういう状況なのね。で、力関係だから好き勝手にやって こっちの仕事を盗んだりすることは、これは起こりますから、それは死刑ですよね、人間ね。で、人間が飼ってきたら全部死刑だというわけですよ。ね。で、宇宙全体の生物で生きてて、ね、兵隊がいますから、私の敵であるのが宇宙にいますでしょ。それとくっついてれば助けられますから、人間たちはね。生きていけるわけですよ。一緒にね、でもね。しかし、全然、違うでしょ、人間が宇宙生物で力借りるって。まあ、バクテリアでもたくさん組むとね、人間よりが知能発達するんですよ。あと、兵器も進んでるわけですね。ね。で、とにかく今回言いたかったのは、人間の知能というのは、僕と話してても、一人で話すことできなくて、代表になって、何億人もの人の頭を使って話すことしかできない。対等に話して、いるようですけども、私は一人なのね。その違いをよく知ってください。知能の大きさね。で、人間を強制するわけじゃない。ね。別に、こっちに対して悪いこと、業者に対して悪いことになるよというようなことでね、こちらが言うだけであって、仕方ないことでしょ。ね、で、私の所有するものに対してはやっぱり私のものですからね、無駄に使われたって困るわけですね。